国、そして2度目の MVP となりました。古田さん、まあ、この、ね、はい、3月は東京ドームで WBC で躍動して始まった1年でした。いや、まあね、まあ、MVP は確実だろうと、満票になるかどうかという、ね、ところだったと思うんですけどね、まあ、やっぱりね、しっかり、メジャーの記者の皆さんもね、やはりかなり評価、高い評価で満票というような形になりましたね。はい、まあ、そして松坂さん、はい、大谷も次の WBC ももうね、意欲